借金をしたアテネの男アテネの町のある男がお金をたくさん借りていました貸した人が来て早くお金を返せと言いましたが私は貧乏でとてもお金は返せませんしばらく待ってくださいと頼みましたしかし相手は承知しませんそこで男は たたっ一た匹だけ飼っていたメスの豚を連れてきて見ていてくださいこれが売れたらお金を返しますと言いました間もなく豚の買い手が現れましたこの豚はたくさん子供を産むかねええどっさり産みますともこれは特別な豚なのです 何しろ秋の祭りにはメスの子供だけをたくさん産みますし夏の祭りにはオスの子供ばかりを産むんですよ買い手が聞いてびっくりしていますとお金を貸した人がそばから言いましたあなたこんなことで驚いてはダメですよこの調子だと今にこの豚は春の祭りには子ヤギをたくさん産むことになりますからね 少しでもお金を儲けるためにありえない嘘でも平気で言う人がこのアテネの男に限らずたくさんいます。